ご視聴ありがとうございます。第15回の相手は、暴風の主、クシャルダオラです。ターボ化された新大陸の概要は、初回化したの概要欄を見てね。今回も事前にガジャブーを仲間にしておきました。スリンガー閃光弾を縛っているので、一匹でも仲間が欲しいのです。霊芸な会のように独特作戦でやっていきまーす。それでは、データ紹介に移ります。まずは、クシャルダオラの体力や弱点などから。人によっては1万、2000という体力に馴染みがあるかもしれませんね。そう？青のプロミネンスの7がまさにこれくらいですね。弱点部位は、残打が頭、玉が尻尾になっています。打については、頭と前足は全く同じになっています。属性は、基本雷で良いですが、龍風ひるみによって、風圧段階を下げられるので、龍も悪くはありません。次に、状態異常耐性。爆破が全モンスター中、下から2番目なので有効です。毒も耐性はやや低めで、ダメージも全モンスター中、上から5番目です。ただ、残念ながら毒による風圧抑制はなくなっています。どうして？補足ですが、今回は毒作戦なので、もっと毒耐性も紹介。毒の仕様変更については、霊芸な回を見てみてね。その回で少し語った、2回目の上昇が逆に少なくなるって例が、まさにクシャだね。最終的にたったの240なんて脆弱な耐性なので、毒毒し放題ですね。続いて、昼道。足については、前後で区別なく共有しています。角破壊についてですが、蓄積そのものは、体力体に関係なく蓄積されます。ただし、破壊条件は体力 20% 以下となっています。また、破壊フラグは頭ひるみであるため、20% を下回って以降の頭ひるみ時に、破壊値が蓄積されていれば、破壊となります。紹介ここまで。クシャルダオラのお話。まずは、空中行動から。もし私が、このモンスターを調整するんなら、空中の行動回数を、風圧段階に即したものにするよ。で、規定回数行動後に、滑空で降りてくるって感じ。この回数もそのまま、風圧1段階で1回とイコールでいいかな。たったこれだけでもマイナスイメージは大幅に打ち消されるはず。この仕様だったら、風圧段階を上げないことが攻略の主体になるから、流風力も本格的に役立ってくれるしね。あ、今メッセージが出たね。このメッセージは、体力 50% のタイミングで出るよ。話を戻します。毒による風圧抑制は復活して良いと常々思っています。ただ、前述の仕様も合わせるならば、段階マイナス1程度で良いでしょう。あと、これはテオや7にも言えることなんだけど、角破壊による特殊能力弱体化も復活させて良いと思います。せっかくドス初登場時に良い仕様だなって思ってたのに、今作に落とし込むなら、最大段階まで上げられなくなるってのが良さそう。テオで言うと、スーパーノヴァが打てなくなるって感じになるね。今作の固有の特殊能力に段階がある仕様と非常にマッチすると思います。というか、こういった攻略要素がなくなってしまっているのは、攻略の否定の他ないので、芳しくないと思ってしまいます。空中移行行動も変える必要があるね。せっかくレウスが、アルバみたいに時間移行になったのに、なんでクシャはそうしなかったんだろうね。これについても段階によって時間を設定すれば良くなると思うよ。あとは、地上行動も微妙によろしくないよね。やっぱり振り向いてくれないのが、害悪な要因だろうね。なのでステップは削除しましょうねー。お願い。2連噛みつきは、ノーモーションでなくなりさえすれば、全武器大丈夫そう。あとは、何より結晶判定でしょう。あれの吹き飛ばしは本当にいらない。
結晶雲も噴火も、基本的にただの嫌がらせにしかなっていない要素は、徹底的になくしていただきたい。あと、古代樹の駆者。ビジュアル的には、ドスのオープニングみたいでめちゃくちゃいいんだけど、初期位置をエリア1にしてくれー。たったそれだけで、大幅に評価変わるんだからやりやがれください。そろそろ討伐なので、愚痴ここまで。討伐完了。よくやってくれた。毒のおかげで、予想以上に少ない手数で倒せたね。今回使った装備は、ダチュラブレードとオーグアルファ一式。この武器の最終強化に、バルハザク素材が必要だったので、先に前回買ったというわけだったのです。オーグは言わずもがな、強い防具だね。頭なんて、未だにテンプレで使われ続けてるしね。ということで、今回はここまで。次回は、ターボカの元になったミカドです。お楽しみ、に。それでは、ご視聴、ありがとうございました。